はい、日本で応援してくれた皆さん、どうもありがとうございました。おかげさまでバッドボーイズ、大成功で斉藤さんが37時間で、ゴールすることができました。ただね、2人のサポーターということで、他の人選手たちはだいたい4人ぐらいっていうのをもうほとんどがサポーターがいたんですけど、大変不安もあり失敗もしましたしずっこけたこともありましたけど、最後はやっぱり完走できたことが一番の、成果だと思ってます。どうもありがとうございました。